外来種って外国からやってきた生物だよね。はあ、外来種が増えれば生物の種類が増えていいじゃん。はあ、そんな小さな誤解してませんか。北海道ではカブトムシはもともと住んでいるクワガタにとって迷惑だから逃がしたりしないでねと広報しています。つまり日本固有種のカブトムシは北海道では外来種ってことです。だから国外から人が持ち込んだ生物だけを外来種と呼ぶわけではありません。一つ目の小さな誤解解けましたか。二つ目の小さな誤解を含め今回のお話は生物の多様性に関する基礎的な内容になってます。野鳥を守る行動の喚起や理解につながればいいなぁと思いながら編集しました。映像の方は2023年中に出会うことができた多様な鳥たちの中からピックアップ。鳥好きチャンネルだからこその内容になってますので、ぜひとも最後までご覧くださいね。 Japanese Familiar Wild Birds。 ノージュンです。野鳥が生態系の健全性や多様性を反映する生物指標だという認識は広がりつつあります。地球の広範囲に存在し、行動の監視もしやすいですからね。また大型の哺乳動物さえ襲う強者もいれば、虫かと思うような小さな種類もいますから、食物連鎖のさまざまな段階に存在していて、評価に都合がいいとも考えられますね。一般的に生態系ピラミッドは個体数やエネルギーの流れ、バイオマスを考慮して描かれます。ピラミッドにはいろんな種類がありますが、頂点に猛禽を配置するものが多いですかね。通常ピラミッドの最下層、すなわち土台となる部分はエネルギーの生産者層、植物ですね。生態系の代謝の始まりは 99.9% を植物の光合成が担っているといえます。無機物から有機物を作り出すというミラクルでありがたい光合成の話に移りましょう。水と二酸化炭素と太陽エネルギーさえあれば、澱粉などの有機化合物ができちゃいます。マジですごいですよね。光合成には主要な2つの段階があります。光に依存する明反応と、光の有無にかかわらず進行する暗反応。明反応は電子伝達反応とも呼ばれます。光エネルギーを使って水から電子と水素イオンを奪います。副産物の酸素は生物の呼吸を支える大事な排出物というわけですね。電子、水素イオン、光エネルギーの働きにより、還元型ニコチンアミドアデニン、ジ、ヌクレオチドとアデノシン三リン酸が作られます。次に、暗反応です。暗反応は二酸化炭素同化反応とも呼ばれます。明反応から提供された NADPH を還元力、ATP をエネルギーにして、生物の教科書に出てくるカルビン・ベンソン回路を回すことになります。ここで大気中の二酸化炭素が取り込まれるため、地球の気候安定にも一役買っていると評価できるわけですね。気体である CO2 を使って澱粉や諸糖を生成するという離れ技をやってくれます。光合成には CO2 を固定するという側面もあるわけです。
永遠偉大な光合成の説明はこのくらいにして、生態系ピラミッドに戻りましょう。科学者たちは、生物多様性の評価のために、さまざまな定量化を行っています。衛星を使って、バイオマスや炭素量を観測していることはご存知でしょうか。精度的な課題はあるようですが、事業化も進んでいて、どんどん克服されていくでしょう。そうそう、生態学におけるバイオマスは、化石燃料の話と違い、死骸は含みません。生態系内におけるある時点での生き物の総重量を意味します。バイオマスは状態を表すデータですが、生態系がバイオマスを生成する速度を知りたい場合、 NPP を観測します。 NPP は通常1年間の光合成量から植物自身の呼吸量を引いたもの。言い換えれば、光合成によって大気から除去される CO2 の年間量を定量化、生態系維持能力を評価する際の重要な尺度です。例えば、2023年12月ネイチャーブリーフィングの記事によれば、2000年以降のインドは世界第2位の緑化貢献国でありながら、緑化が CO2 の吸収に結びついていないそうです。その残念な理由は、温暖化による NPP の減少。いくら木を植えても、光合成量が呼吸量を上回らなければ、NPP は増えません。記事では、生物多様性の高い優秀なインドの森林の能力低下を懸念しています。 NPP という指標はこんな風に使われているんですね。脱炭素社会実現のために、いくら木を植えても採算が取れない場合があるということ。ちょっと意外じゃないですか。生物が人間に提供してくれるはずの生態系サービス、生物たちが自分で消費してしまうようになると、恩恵を受けることができなくなりますよね。生態系を守ることの意義、ちらと見えましたか？じゃあ、次に進みましょう。基本的に生態系は捕食と被食の関係でつながり、バランスを保ってます。すべての生物が何らかの形で生息環境や周囲の生物に影響を与えているとはいえ、特殊な生態を持つ種が特に大きな影響を及ぼすことがあります。生息地に物理的変更を加えることができ、それにより資源供給の状況をコントロールし、生息地をガラッと変えてしまう種です。そのような生物をかっこよく生態系エンジニアと呼ぶのです。ここではそんな理解でいいかな。生態系エンジニアは生態系内の関係が食うか食われるかだけではないということを私たちに教えてくれます。生態系エンジニアはどうやって環境を変化させるかによって2つに大別できます。自分自身の構造変化で改変する自生型と、そうではない生成型。分かりやすい例をそれぞれ挙げてみますね。自生型の高齢は木本。樹木は成長や季節で姿を変え、他の生物の食事や住処などを提供します。生きた組織のみならず、落とした葉でさえ土壌を変化させたりしますよね。計り知れない影響力です。生成型の方はビーバーがイメージしやすいかな。木を切り倒してダムを建築する
ユニークな行動は誰もがご存知でしょう。安全な水上ロッジで暮らす彼らは、家が流されないよう川をせき止める技術まで持ってます。森の木を切り倒したりダムを作ったりするんですから、環境を一変させることになります。人が作るダム湖と違い、ビーバー製ダム湖には多くの生物が引っ越してくるそうです。ビーバーダムが有害とされる場合もありますが、そういう報道に関してはしっかり中身を吟味する必要があると感じます。もちろん鳥類にも優秀なエンジニア在籍してますよ。その代表がいい物件を提供できるキツツキ不動産です。自生型のエンジニアである木は多くの生物の居場所を提供していますが、営巣に適した樹洞がそう簡単に自然にできるものでもありません。大小さまざまな野生動物たちが季節やライフサイクルに合わせて最適なお部屋を探しています。キツツキは水分の多い若木ではなく、枯れ木や老木を好み穴を開けてくれます。キツツキが自分のために作ったマイホームは何度もリフォームされ、朽ち果てるまで再利用されるんですから、質素倹約のお手本ですね。キツツキの不動産業はある程度の知名度を誇ってるので、聞いたことがあったかもしれません。実はキツツキには生態系エンジニアと呼ばれる理由が他にもあります。それは樹液井戸を掘ること。木に穴を開けることはお部屋だけでなく食料まで提供することがあるようです。私たちの見えないところでいろんな生き物がキツツキのサービスを受けているんでしょうね。生態系エンジニアについてはなんとなくイメージしていただけたならそれで十分かと思います。外来種という言葉自体はほとんどの方がご存知でしょう。だけどこの言葉ほど勘違いを誘う表現もありません。冒頭の外来種が増えれば生物の種類が増えていいじゃんとか、外来種は悪だよねと決めつけてしまうのは勇み足です。はあ、このような誤解が起こる一因は周知が不足していることでしょう。2023年6月 SDGs 達成度ランキングで日本は166カ国中21位でした。え、優秀ですか？だけど中身を見るとそんなに褒められた結果でもないんですよ。まんべんなく取り組んだわけじゃないことは明らかで、社会と経済に関する項目のみでスコアを押し上げてます。一方環境に関する項目は軒並み低評価。特に目標13から15はいずれも最低ランク。ぶっちゃけ海の豊かさも陸の豊かさも守っとらんやんという結果でした。ブーン、残念。外来種については目標15陸の豊かさを守ろう内で行動目標が設定されてます。外来種一つ一つがきちんと評価されてる必要があるんです。なぜなら外来種の中には何ら悪い影響を及ぼさなかったり、むしろ良い影響をもたらす種もいるからです。良い影響というのは外来種が増えれば多様性が増すということじゃないですよ。ある種が滅んだ時、生態的同位種が生態学的置換種となる場合などです。滅んだ種の代わりを外来種が担ってくれると栄養カスケードを保持できることがあります。
そういうわけで、外来種イコール悪ではありません。外来種のうち、駆除の対象となるのは特定外来生物です。目標15でも侵略的外来種の脅威への対策を求めていますが、日本では侵略的が取れて外来種とだけ広報する嫌いがありませんかね。勘違いする人も出ちゃうわけです。2023年6月からアメリカザリガニの規制が始まりました。ザリガニについてだけちょこっと話をしますね。アメリカザリガニの捕食によると思われる絶滅種もいますが、さらにザリガニの厄介なところは生態系エンジニアであることです。ザリガニワシはその自慢のハサミで水草を直近直近と剪定してしまいます。誰も頼んでいないのにです。水草の現存量を大きく減少させる行為は、水生昆虫や魚だけでなく低生生物など多くの生き物にダメージを与えます。たった1種類がたくさんの種類を絶滅させてしまうんですから、生物多様性は低下しますね。こんなことを許してたら強者だけが生き残るわけです。野鳥もどこへ行ってもカラスしかいないなんてことになるかもしれません。長期的視点に立てば、外来種が増えると生物の種類が増えるとは考えにくいんですよ。まあ必要ってわけじゃないでしょうし、あれこれ考えを巡らすことこそが大事かなと。あなたの意見はどうですか？ぜひぜひお考えを聞かせてくださいね。NPP って何だったっけ？忍者に仮装してのピザパーティーは楽しそうですが今はその時ではありません。白千鳥の可愛い動きに気を取られて NPP の説明が頭に入ってこなかったかもしれませんね。地球上には様々な生態系があり、そのピラミッドを一番下で支えているのが一次生産者である植物。池なら藻や植物プランクトンや水草が一次生産者。森なら木本、草本、苔などです。そして一次生産者が他の生き物の命を支える力量を表すのが NPP という指標でした。光合成によって生産されたエネルギーのうち、実際に利用可能な量から計算され、さまざまな生態系機能の評価に使われてます。 NPP を観測することはその生態系を守ることに役立つはずですよね。実際、いろんな生態系で生物の多様性と NPP の相関関の報告がされてます。ところがです、2023年12月、生物多様性と NPP の関係は外来種の優勢によって排除される、そんな実験データが公開されました。内容は非常に専門的なので、詳細が気になる方は直接ご覧になってくださいね。外来種侵入の善悪はさておき、生態系の機能に複雑で重要な影響を与えることが示されてます。要するに生態系の保全がやりにくくなるということですね。はあ、このチャンネルが真面目であることを思い知っていただいたところでそろそろ野鳥に関する希望ある話をしないとですね。大雑把な話をすると、遺書的すなわち生息地が分断していると主文化が起こります。
ということは、生息地が分断されていると種の多様性を高めることにつながるはずです。実際、固有種の宝庫ハワイ島では、たった一種の野鳥が数十種類にも分化した例があります。異所的種文化は環境に適応した結果、自然に起こるものですよね。生息地の地理的な分断は、生物多様性にとって良いことのようにも思えますよね。そうですね。例えば、田畑を守るためにイノシシよけの柵を巡らすとします。生息地を分断、孤立化させることは、イノシシの数を減らし、被害の軽減に寄与するようです。人為的に分断することで、数をコントロールできることを意味しますね。これがイノシシではなく、絶滅危惧種ではどうでしょう。小さな集団を分断してしまうと、近親相関が起きやすくなります。遺伝的多様性は向上どころか逆に低下、絶滅を加速させる危険があるということになりますね。小さな哺乳類などは、たった 1km 幅の開発によって生息地の分断が起こりうるんですよ。移動力が低く、一ターンに1マスしか進めないタイプですね。そこで、一ターンに10マス進める鳥の出番。幅1キロ超えるなんてでもありませんよね。なんなら国をまたいで生息地をつないでくれます。生息地をつなぐってどういうこと？よくぞ聞いてくれました。連結のタイプには、遺伝的要素、資源、プロセスという3つがあります。物理的に不連続でも、鳥類は3つの要素すべてを連結することが可能なんです。一つ目の遺伝的要素の連結は、種子散布や花粉媒介。種子や花粉は遺伝物質ですからね。二つ目の資源の連結は、主に排泄物でしょうか。水鳥は水生栄養素を陸地へ運ぶこともできます。三つ目のプロセスが分かりにくいかな。生態系のプロセスは、単純に言えば生産、消費、分解あたりでしょうか。例えば、鳥類にはカラスのような掃除屋さんがいますよね。断片化した生息地間を、まるで一つの生息地であるかのように巡回して、死骸の分解などに貢献します。てなわけで、移動力の高い鳥類は生息地の分断を緩和するのに欠かせない存在です。もう一つ、面白い事実が報告されてます。それは樹洞営巣網。樹洞営巣性の鳥類は強い関係を持ち、一つのギルドのような機能を持つことがあるそうです。そう、樹洞といえば生態系エンジニアの出番ですね。キツツキの多くは内部が普及した木に営巣するので、そこから先はキツツキでなくても掘り進めることができたりします。腐ったお部屋を提供するキツツキ不動産ですが、不満を言うのは人間くらいでしょう。いやー、お疲れ様です。無理やり30分以内にまとめちゃった感があったにもかかわらず、ここまでご覧くださり感激です。今回は珍しく脱線することなくゴールにたどり着けましたかね。あ、大丈夫ですよ。最後に大脱線しようっていう魂胆は持ってません。私は仕事の関係上、環境保護を目的としたイベントに参加させていただくこともあります。
たまに驚く発見があるので、一つだけシェアしますね。都会のど真ん中にある公園の池干しをすると、当然、外来種がザックザクです。予想通りですね。一方で、シジミやウナギも見つかるんですよ。ウナギといっても、蒲焼きが人気の日本ウナギではなく、大ウナギですけどね。たとえ少数派でも、在来種が見つかると、なんだかほっとしてしまいます。頑張って保全すれば、池を本来の姿に戻せるんじゃないか。そんな希望を持ったりもします。野鳥を理解し、信じ、公明な取り引き人とならん。I hope you'll join me in experiencing the joys of understanding birds.